暑い夏がやってきましたね。今回の生き生き情報福井は、夏には欠かせない私も大好きなあの食べ物と園芸センターの活動についてご紹介します。皆さんは金福スイカをご存知ですか？なんだか幸せになれそうな名前ですよね。この金福スイカ、実は園芸センターで開発栽培した福井市生まれの小玉スイカなんですよ。そのお話を伺うため園芸センターへやってきました。園芸センターの飯塚さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの園芸センターで開発されたスイカがあるそうですね。はい、そうですね、はい、ここにあの見えます金福スイカはそうです。そうなんですね、はい、どんな風に作られているんですか？平成12年に完成しまして、平成15年に品種登録をしました。で、あの果に特徴は、まあ、見ていただきます通り、ここにあの果肉、赤い果肉になっています。で、種が少なく、あの食べやすくなっております。そうなんですね、はい、あの金福スイカっていうお名前なんですけれども、はい、これにはどういった由来があるんですか？これはあの福井市の景気回復と福井市民の健康と幸せを願って金福と名付けられました。そうなんですね、とっても素敵なお名前ですね、はい、そしてさっき見た目の特徴を教えていただいたんですが、はい、味はどんなお味がするんでしょうか？そうですね、はい、糖度はあの12度前後でまろやかな味です。そうなんですね、はい、また皮が薄いとお伺いしたんですが。そうですね、はい、この皮スイカは皮が薄くて、まあ、皮の近くまで食べれるというのも一つ特徴です。ああ、そうなんですね、もう聞いてるだけで本当に美味しそうですよね、はい、ありがとうございます。そして今年からはまた新しい品種のスイカも栽培されているそうですね。はい、はい、金福スイカと言います。お、はい、これはどんな経緯で作られたんでしょうか？金福スイカのペアとして開発されました。金福スイカは、平成19年に完成しまして、平成21年6月に新種登録して、新品種としてあの福井市として登録しました。金福スイカも素敵なお名前なんですが、これはどんな風につけられたんですか？はい、これはあのやはり金福スイカ のセット商品となるように、やっぱ一つその対照的なスイカとなるように、あの味、外見ともに対照的なスイカとして作られました。そうなんですね、じゃあ金と銀と福井の福っていうことで、とっても縁起のいいお名前なんですね、はい、そして後ろを見てみますと、実際にここに金福スイカがなってるんですけども、これは種を植えればここまですくすく育ってくれるものなんですか？そうですね、スイカはおおむねあの苗を植えて育てる形になります。で、金福スイカの場合は、まあ、ここで苗を作って農家さんのもとに配られて、まあ、このような形で栽培、収穫される形になります。苗はどんな風に育つんですか？苗は最初無菌室であのこういう苗の選抜をして、その後バイオルームで、まあ、その増殖、そしてあの育苗室でその追肥っていって、あの農家さんが植えられるような状態まで苗を育てます。そうなんですね、はい、そのいろんなお部屋を経てからここに来て、こんな素敵な金福スイカに育っているわけなんですね。そうですね、とっても素敵になっているこの金福スイカなんですが、そろそろ収穫の時期を迎えるそうですね。はい、そうですね、今日はあの白方であの栽培をお願いしているあの尾崎さんのところで収穫があるというのことなので、あのまた行ってみたいと思います。はい、じゃあ私も見せていただいてよろしいですか？おそらく大丈夫だと思います。あ、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。金福スイカを生産されている尾崎さんのビニールハウスにやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、見事なスイカがなってますね。ありがとうございます。もうこれは収穫の時期を迎えてるんですか？そうですね、あの交配日から、何日ぐらいとか、積算温度で何度ぐらいっていう目安で収穫するんですけれども、で一応あの今ここに茶色の毛糸で印しているものが
一応、はい、明日収穫する予定のものです。明日が収穫なんですね。どういったタイミングでこの収穫っていうのは、まあ、とりあえず朝早い時間の涼しいうちに、収穫します。ああそうなんですね。何かこう気をつけられることとかこういったコツを使いながら取るっていうのはあるんですか。まああのまあ、傷がいったり、まあ、割れたりしないようにちょっと優しく、まあ、運搬したりとか優しく扱ってあげるっていうぐらいです。なるほど、優しく愛情をかけてされるんですね。やっぱりこのデリケートな、ね、包まれてますしすごくデリケートな感じがするんですけれども、栽培されるにあたってどんなご苦労がありますか。まあ、僕は金福はちょっと今年初めて作ったんですけれども、はい、まあ、あの作る前からやっぱりちょっと割れやすいとか、まあ、あのちょっと他のスイカよりも作るのが難しい面があるって聞いてたんで、まああのまあ、先輩の農家さんとか、まあ、園芸センターの担当の方からいろいろ聞きながら、まあ、ちょっと試行錯誤しつつ、まあ、やっと収穫までたどり着いたっていう感じです。なるほど。初めての収穫、出来栄えはいかがですか。そうですね、あの、まあ、途中いろいろ大変なところとかもあったんですけれども、まあ、収穫してみると、まあ、結構いいものができたんじゃないかなと思っています。今年とってもね美味しそうに出来上がった金福スイカですけれども、今後の抱負を教えていただけますか。まあ、あの今年は初めてだったので、まあ、あの言われるがままというか、まあ、あのとりあえず、まあ、作業してみて、まあ、知らない間にも収穫の時期に来てたっていう感じだったので、まあ、来年は、まあ、今後今年の、まあ、ちょっと抱負を踏まえつつ、来年に行かせたらなと思います。来年以降のスイカも楽しみにしています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。金福スイカの収穫は7月上旬頃まで行われるとのことです。さあ、園芸センターに戻ってきました。飯塚さん、はい、現場を見せていただくと、一つ一つ丁寧に丹精込めて作られているのが伝わってきました。もう私 もう買いたくなっちゃったんですけど、はい、どこで販売されてるんですか？福井市内であとスーパーとか、あとフルーツ店などで販売されております。直売所でも販売されております。そうなんですね、はい、他に買えるところってありますか？そうですね、まあ、販路としては今大阪をはじめ首都圏、あと海外にもあの販売を先を広げております。じゃあこれからは海外も見据えて販路を拡大していかれるということなんですね。そうですね。今日実際に身を見せていただいて本当に美味しそうでしたもんね、はい、私も食べてみたくなりました。では奥に準備してありますので、あのどうぞ。本当ですか、はい、じゃあぜひお願いします。お願いします、はい、さあこちらに金福スイカと銀福スイカご用意いただきました。じゃあ飯塚さん早速切っていただいてもよろしいですか。はい、はい、これは金福スイカですね。綺麗な金色、はい、お願いします。中はどんな色なんでしょうか。うわー、なんて鮮やかな、綺麗ですね。皮際まで本当にぎっしり入ってます ね、 ね、はい、ね、こんな感じ。あ、綺麗さあ、金福スイカ切っていただきました。飯塚さん、せっかくなので銀福スイカも切っていただいてもよろしいですか。はい、はい、銀福スイカは他のスイカと同じように皮は緑色なんですが、中はどうなっているんでしょう。なんか開けるのも楽しみ。おお、すごい、いいか、こんな色なんですね。いいですね。
オレンジ色というか、はい、黄色に近いようなお色なんですね。いや全く違うんですね。驚きました。銀福スイカもお切りいただきました。いやとっても色鮮やかで見てるだけでも楽しいですね。では早速金福スイカからいただきたいと思います。いただきます。綺麗な色です。いただきます。うん、おいしい。みずみずしいですね。本当に喉を潤してくれますよね。すごく甘いですし、潤してくれるもの全部が甘いものが入ってきますね。食感もシャリシャリしていてとっても美味しいですね。はい、いやとっても美味しいです。ではこのまま銀福スイカもいただきたいと思います。いいですか。はい、はい、では銀福スイカいただきます。こちらは黄色い感じがしますね。銀福スイカいただきます。うん、もっと甘い感じもしますね。うん、金福スイカはこう上品な甘さだったんですけれども、金福スイカは強い甘みを感じますね。うん、シャリシャリとした食感は同じなんですけれども、後からこう爽やかな感じもしますね。あ、そうですね。ね、いや美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、こんな風に同じスイカでも一緒に食べるとそれぞれの特徴が分かって面白いですね。そうですね。で、今回金福スイカと銀福スイカを合わせたそういう商品セットのスイカもご用意しました。そうなんですね。また比べながら食べるのも楽しいかもしれないですね。そうですね。ところでこの金福スイカ、銀福スイカもそうなんですけれども、うん、園芸センターさんでは新しい品種の育成にも取り組まれているそうですね。そうですね。育成という点ではサラダのヒロインキャロフクっていうのを人参なんですが、これを一つ開発しました。あともう一つは育成したわけではないんですが、イタリア野菜でカーボロネロっていうケールの一種の、野菜がありまして、これをその普及に手掛けております。はい、そうなんですね。じゃあこれからまた新しい商品が私たちの口に入る日も近いのかもしれないですね。はい、はい、今日はですね、金福スイカ、銀福スイカのお話を伺ってきたんですけれども、はい、やっぱり園芸センターというとお花というイメージがあるんですが、お花についての取り組みはどんなものをされているんですか。そうですね、平成30年に予定されております、福井幸せ元気国体に向けて花いっぱい運動の一環として花苗の育成を行っております。そうなんですね。はい、じゃあ会場周辺にはお花があふれるんでしょうか。そうですね。そうなんですね。期待しててください。はい、期待させていただきます。はい、じゃあ全国から来られる皆さんを、はい、花いっぱいの福井市でお出迎えできるといいですね。そうですね。はい、はい、いや飯塚さん、今日はいろいろとお話ありがとうございました。ありがとうございました。今回は園芸センターの旬な話題を中心にお送りしました。金福スイカをはじめ福井市で生まれた品種がますます知名度を上げ、国内外に流通してほしいですね。